ミッションは全部終わった。よくやってくれたわ。きっと彼らは、あなたのためにエキセンターバーの殿堂の地位を用意をしてるでしょうね。あら、あなたのシグナル警報システムはめちゃくちゃみたいね。修理して、暗号化されたチャンネルから新しいミッションを受け取る必要があるわ。兄弟団からだけじゃなくてね。どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。今回はじゃな、兄弟ミッションが完了したので見ていくぞよ。何やらミッション完了したとともに警報システムがめちゃくちゃになっておるみたいじゃ。警報システムを直さなければいけなくなったのじゃ。なかなかやりおるのわら。コブラが去ってしまうのか。ということでじゃな、警報システムを見てみるぞよ。見た感じ壊れている姿となっておる。ふむふむふむ、必要な材料がこの通りじゃな。どうやら見たことのないアイテムもあるのじゃが？スピーカーは静かな立ち木の地下にあるみたいじゃのう。シグナルシステムパーツは古びたガソリンスタンドか。静かな立ち木は簡単に終わりそうじゃが、シグナルシステムパーツは3つ必要となっておる。これ、ガソリンスタンド1階につき1個しか出ないやつじゃないのかこれ？まあとりあえず、ミッションが完了したので見てみよう。報酬をもらってじゃな。さて、報酬は何が出るか開封してみるぞよ。小ミッション箱。これを開封といこうじゃないか。ポチッとな。ふむふむふむ。クリムのマスクが入っていたのう。ナノマシンなんかも入っていたのう。武器を改造するナノボット。これよくわからないのだけど、改造するのに使うのか？改造する作業台なんてないぞよ。まあとりあえず箱の中身はこんな感じじゃった。さて早速、警報システムを修理していこうじゃないか。まずは緑マップの立ち木の地下。そんでもってスピーカーゲットじゃ。さてお次はガソリンスタンド。シグナルシステムパーツをゲット。シグナルシステムパーツはやはりガソリンスタンド1階につき1個。さて、なんとか必要アイテムが揃ったぞよ。ガソリンスタンド3日かけてシグナルシステムパーツを集めなければいけないこととなった。そんでもって建造ボタンをポチッとな。うぬぬぬぬ。リベッターと話すじゃと？なんぞ今度は？警報システムは直った？よし、これで新しい指令を定期的に受け取れるわね。ソロボフの部下はヴィンテージのいい武器をたくさん持ってるの。しかも、彼らは科学者と手を組んでる。賢く振る舞うのよ。なになに、次は警報システムを使うぜと。よし、使ってみるかのう。注意、これはシタデルコープス特殊部隊からのメッセージです。ソロボフ少佐だ、テリトリーの住人たちよ。我々は厳しい時代に直面している。誰もがバンディットとミュータントの暴落に苦しんでいる。最寄りのシタデルコープス軍営が君たちのミッションに託助となる。おっと、新しいミッションが始まったのか。残り時間という項目があるのじゃが、小ミッション箱の中身はというと、なんとなく同じように見えるのじゃが。前のミッションの箱の中身は忘れてしもうたわ、わら。まあ、だいたい似たり寄ったりじゃと思うのじゃが。500ポイントの箱の中身も同じじゃな。次の箱の配置が違うだけで同じじゃないかこれ。おう、なんぞこれ、シタデルコープス宣伝ディスク？これも、同じじゃな。また宣伝ディスクが入っておる。最後の箱はブラックストライダー防具が入っておるぞ。ほう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 。武器は同じ感じじゃな。注射器が12個入っておるかのう。ということでじゃな、シェルターから出るとこんなものが出てきた。
ここはセッターにおける軍事作戦の拠点であり、ウェイクリー・シタデルコープスミッションの委託所でもあるそうじゃ。通りでシェルター内にソロコフがいないわけじゃな。新しいマップが出てきたぞよ。マップというかなんじゃろうか、行ってみよう。着いたのじゃが、なんぞ、こやつら出て行けじゃんか。と言っても襲ってくることはないじゃろう。びっくりしたなぁ、もう。おっと、ハテナマークが見えてきたぞ。なんだ、民間人か。シグナルメッセージに応答して、任務の報告をしに来たのか。歓迎するぞ、ボランティア。ミッションは時間内にクリアしなければならない。急げ、毎週タイムリミットがあり、遅れると報酬を逃してしまうかもしれないぞ。なるほど、ミッションが完了したらここに来ないといけないってことじゃな。そんでもって一つ目のミッションクリアじゃ。ちょっとこの場所は意味深なところがありそうじゃな。あたりを見てみようじゃないか。この4駆系の車。この建物の中に人がいるが入れない。テントなんかもあるぞよ。衛生兵がいる。ここは博物館じゃないの。勝手に入ってジロジロ見ないで。怒られたわ。これこれこれ。バンカーの機密扉。いかにも怪しいところじゃな。今後のアプデでいつの日か何かありそうな雰囲気だけはしておる。何もないかもしれんがな、わら。ということで今回は兄弟ミッションクリアをやってみました。まあなかなか時間がかかることなどもあるが報酬がもらえるのでじゃな。あらゆるマップに行く際にはついでに終わらせるといいじゃろう。ということで今回はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価、コメントなど待っておるのじゃ。どーん。